ぼーっとしてるの？艦長。
これで大体片付いたわね。メイ先輩、メイ先輩がいてくれれば百人力だわ。百人力って、私は超人なんかじゃないのよ。いいえ、メイ先輩さえいてくれれば100倍のパワーを手に入れたも同然よ。ほんと、そんなこと言うのキアナちゃんだけよ。ノクト&ローデッド、フッハッハッ。こんな小銭別にいらないわ。本気で私に勝てると思ったの？了解です、艦長。ちょっと不安かも。こんなところで倒れるわけには。
地形を観察中。イエス、マスター。パスワードロック解読完了。操縦権限解放。戦闘システム起動。トロイの木馬ウイルス、いえ、崩壊エネルギーが漏出しているだけ。異常ないはず。ネゲントロピーの特殊戦闘機構解読完了。指示を。ブローニャ、作戦地点に到着。環境はクリア。重装ウサギ1級し、メインコントロールシステムの解読を開始。ログインパスワードなし。全操作権限を解放。どうして。
え、嫌よ。あんなスパムメール誰が信じるもんか。仕方ないわね。ブロイネちゃん、キアナちゃんの誕生日は12月7日よ。あ、メイ先輩。アクセス権限承認。目的地をセーフレイヤ学園に変更します。パスワードって本当に私の誕生日だったんだ。今のところ戦艦を送ってきた人に悪意はなさそうだけど。何が起きたの？ブローニャ！フリーシステム、強制コントロールシステム再起動。最高権限指令、入力確認。周囲の敵を排除します。しましたか？よかった、目を覚ましたのね。ブローニャ、まさかブローニャのチップが制御不能になったのでは？通信が回復したの？ブローニャ大丈夫？ブローニャは大丈夫です。ですが姫子少佐、学園に戻ったらブローニャに精密検査をしてください。ブローニャはもうみんなの足を引っ張りたくありません。